よし、俺たちが伝説の標をゲットしてやる。俺も行くぜ。僕もお供しよう。私も行くわ。そうだね、僕も行くよ。じゃあ俺から行かせてもらうぞ。はっ、よいしょ、よいしょ、行くぞ。いきなりスケルトンが入るな。ここを突破してやる。えい、えい、あー、お、えい、お、うわー、よし、やっと一体倒した。まだ3体いるか。おら、うわ、うわ、あー、やら、れた。よし、じゃあ私が行かせてもらおう。私は伝説のこの杖を持っているからな。いや、それは杖じゃなくて松明だよ。はい、こんにちは。マーチャンネルマイハルです。はい、今日はですね、このレゴマインクラフトの動画でございますね。はい。この前ね、ライブ配信で、ちょっと画質の悪いライブ配信だったんだけど、うん、白くてね、うん、ライブ配信で、作ったこのレゴのジオラマ、うん、これを完成に近づけたいなと思います。はい。はい、で前回ライブ配信の時にどんな感じに作ったのか改めて見せたいと思うんですけれども、うん、ババ作ったのこんな感じで、手前にねちょっと洞窟みたいな感じのがあって、で奥これ光が取り込まれてて、こう湖があってっていうような感じね、うん、でこっちは土ブロックなんですけど、うん、ただねこれ作っててねちょっと違和感があって、なんかおかしいなと思って、よく考えたら洞窟は下にあって上、土がその上にあるじゃんね。うん、ね、明らかにおかしいね。ちょっと間違ってたんで、この辺もちょっと改善していきたいなと思います。はい。で、エイシン君が作ったのはこれだね。うん、ここら辺があの木が倒れたっぽくなってて、うん、で、ここに一応石がちょっと積み上げられてて、うん、で、ここにチェストがあって、金の剣とかが入ってて、で、ここにプレイヤーがいて、これマグマなんだね。そう、マグマ。こっちマグマ、ね。うん、で、ここにヘラクレスオオカブトのモニュメントがあります。うん、これまだ作ってる最初ですね。うん、エイシン君はこれを完成に近づけるって感じかな。はい。はい、じゃあ早速続き作っていきましょう。はい、ということで完成しました。じゃあまずはそれぞれの作ったものを見ていきましょうか。うん、はい、ではエイシン君の方からまず見ていきましょうか。はい、すごいねすごいことめちゃくちゃすごくなったね。で、うん、これがカブトムシのオブジェ、うん、ヘラクレスオオカブトのオブジェで、ここに解説の台座がある。あ、解説の台座ね。うん、そしてその上にはスティーブが乗っかってるのかな。そうで、剣と盾持ってて、うん、で、ここにドクロマークのやつの、うん、ここにこの大砲の変な弾のがあって、あ、でここに海賊がいて、もうちょっと戦おうとしてるの。なるほどね。そう、それで反対側を見るとこんな風になってますね。ネザーゲート。ネザーゲートがあるの。そう、なんかすごいね、材料がなかったから地域で作ったね。黒曜石で覆われてないんだね。うん、でこれはこれでいいんだよね。うん、それでここに行こうとしているプレイヤーがね、いて。あ、プレイヤー。うん、なるほど。で、こちら側がマグマだったんだけど、うん、マグマのとこにゾンビがね溺れてる。そう、溺れてね、これボーって燃えてるんだよね。で、このさっきのネザーゲートの裏側がすごくて、そう、ここ TNT が TNT、TNT、TNT、エメラルド、それでここにゲート、すごいな、すごいことな、ごちゃごちゃ。チェストとクラフトテーブルとか、うん、いろいろありますね。ここに生活に必要なものが揃ってて、ここにベッドがあって、うん、で、ここに白色のベッドがある。その上にアレックスが乗っかってんのね。うん、そんで、ここにね、一応ね、司書さんもいるんだよ。あ、司書、司書さん、うん、すごいな。言い忘れたけど、ここにゾンビピッカーが豚乗ってて、あ、本当だ。それで、ここに木があって、うん、このプレイヤーが掘ってるんだね、木を。あー、そうなんだ。うん、で、ここにクリーパーがいて、で、ここにダイヤブロックがあって、うん、でちょっと分かりにくいかもしれないけど、ここにコンパスがあるね。あ、すっごいね、一応つけといた。そうなんだ。結構こうやって見るとごちゃごちゃなんだけど、うん、あのね、薄っぺらいんだよね、ちょっと。うん、薄っぺらい。ちょっと怖いあのね、倒れちゃいそうな気もする、うん、ここにいるヘラクレスなんかね、脆いからね、この角がねボキってすぐ取れちゃうんだよね。あ、本当にその辺気をつけないといけない ね、うん、ね。はい、エイシン君のこのセットのタイトルは、エイシンワールド。エイシンワールド。はい、続いてこちらがパパが作ったワールドですね。わお。最初に言った通り作り直して、後ろ側の方に石ブロックで、前その上に土ブロックが乗るようにしました。で、これどういうセットかっていうと、神殿になってます。あー、すごい。
神殿に待ち構えるこのモンスターたち、入り口に4体スケルトンがいますね。装備がやばい。装備は剣を持ってる最前列、そして2列目は弓持ってます。いやこれやばいよね。手ごわい。ここの中通っていくと、中がちょっと見えると思うけど泉になってますね。で泉の中こんな風になってて、中にねゾンビが3体いるんだな。え、3体 ?3 体います。おお。僕3体います、うん、でこれ登っていくとね、ここにチェストがあって、うん、この中にエメラルドと魚が入ってますね。おお。でこの魚をゲットして、今度はこっち行かなきゃいけない。でクリーパーが2体いて、このクリーパー倒して魚を使うと、このチェストが開くようになってますね。あ、これが最終的な神殿ですね、うん、で、残念なことに、このチェスト開かないようになって、開かない仕様になってます、うん、ところどころに鉱石はね、ここレッドストーンとか、あ、そう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 、で、ここ見えね、見えないけどね、あ、見えるか、ここに金ブロックとか、うん、で、ここにダイヤブロックね。そうです、いろいろね、散りばめてます、うん、ここにもあるね、エメラルド。そう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 。あとスイカもあるね、スイカ、人参、いろいろね、散りばめて、あ、なかなかいい感じにできたんじゃないかなと思います、うん、あの、松明もふんだんに置いてあるけど、ね、うわ、うん、ここなんかすごいね。で、このタイトルはレゴマインクラフト不可能な挑戦。不可能な挑戦スティーブはエンチャントノブのね、うん、で、アレックスはダイヤのツルハシしか使えない。無理じゃん。あと装備なし。装備なしはきついね。盾もなし。この挑戦クリアできるかっていう不可能な挑戦でございます、うん、で、最終的にこの2体をね、合体させたいので、こうやってね、あ、最終的に繋がったね、ちゃんと。はい、これで繋がりました。エシン君のワールドとパパのワールドが繋がりました。じゃ、これでここに今後ね、飾っていくことにしましょう。すごい。よし、俺たちが伝説の標をゲットしてやる。俺も行くぜ。僕もお供しよう。私も行くわ。そうだね、僕も行くよ。じゃあ俺から行かせてもらうぞ。はっ、よいしょよいしょ、行くぞ。いきなりスケルトンが入るな。ここを突破してやる。えいえい、あー、お、えい、お、うわー、よし、やっと行って倒した。まだ3体いるか。ほら、うわ、うわ、あー、やら、レッタ。よし、では私が行かせてもらおう。私は伝説のこの杖を持っているからな。いや、それは杖じゃなくて松明だよ。なんだって、今さらそんなこと言わないでくれ。あー、うわ、ちょっとダメじゃん。よし、今度は俺へ行くぜ。俺は金の斧を持ってるからな。エンチャントのヘルメットだってあるぜ。はっはっはっ、やったぜ。あと2体、どんなもんだい。もうやるな。はっはっ、よっしゃー、これ見ろ、第一関門突破したぜ。やった、すごいね。やるじゃない、さすがよ、助かったわ。よし、じゃあ第二関門へ突入だぜ。よし、今度はゾンビか。俺様だったらあっさり倒してやるぜ。しまった、油断した。なんてことでしょう。今度は私が行くわ。わかった、アレックス、頑張って。よし、今だわ。どりゃー、はいやー、はいやー、どりゃー、もう一人いたわね、もう一体いたわね、はいはいはい、はい、よっしゃー、倒したわ。よし、もう一体ゾンビがいるわね、行くわよ。はいはい、はいやー、やったわ。ナイス、アレックス。よし、と、これで魚の鍵をゲットだわ。次はこっちね、クリーパーセクションだわ。どうしましょう、どうしましょう。よいしょよいしょ。ない、アレックス。仕方ない、みんなの医者は僕が継いだわ。おりゃ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 、やった、クリーパー2体アレックスと一緒に撃破したぞ。ついにこの票をゲットする時が来た。オープン。あれ、あれ、開かない、つっかえてる。マジかよ、うわー、が、崖って気づかなかった。はい、ということで今回はレゴマインクラフトを使ってオリジナルのワールドを作ってみましたね、はい、ライブ配信の続きで無事に完了することができてよかったです、うん、にしてもすごいワールドができたね。すごいね、うん、これはこの後ここに飾っておきますので、はい、あそこにあるなと
というふうに思っていただければなと思います。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ気に入ったボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、今回のおすすめ動画はいつもんとこん出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバイ。